えー皆さん、こんにちは。ゴール TV です。えー、今週もよろしくお願いいたします。第1部では金について見てきました。まあ、3000ドル予想っていうのは、えー、まあ、結構まだ500ドルぐらいはありますけど、まあ、非現実的ではないですよね。まあ、問題いつ来るかっていうところがポイントかなと思います。で、第2部はプラチナの方を見ていきたいと思います。プラチナの相場なかなか、上昇しないですね。 1000、うん、ドルまで上げると売られるという展開が続いていて、まだまだこの状況、えー、この先も続く可能性はあります。ただ、マクロ的な情,情勢とか要因を見ますと、なぜ上げないのか、逆にその辺が不思議ですね、上昇してしかるべき状況であるというふうに認識してますけれども、まあ、その辺のところを含めて、今回は、えー、プラチナの方を見ていきたいというふうに思っています。 えとまず、プラチナのマーケットを見る前に、他市場をちょっと見ていきたいというふうに思います。まあ、最初にですね、アルミのマーケットですね、アルミ、このグラフは、えー、ロンドンの金属取引所、LME のアルミの3ヶ月ものの、えー、相場グラフです。まあ、見ていただけ,ただけるとわかるんですけども、8月に入ってから買い進撃、2200飛び9ドル、これを、えー、ボトムにして、ですね、2600ドル迎えの今、展開になっています。 今、この5月30日の高値ですね。これに向かいつつあるということで、ただその前に、この、えー、7月上旬の高値、ね、これが、まあ、上のネックになっ,な,なってますので、これを上抜いたら、まあ、次に、まあ、心理的な節目、2600、2700ドルまでいくのかな。次に見ていただきたいのが銅ですね。同じ LME 市場の銅の削月の相場 こちらの方も8月上旬に安値を入れて、そこからアップトレンドに入ってる。ただ、今のところ、値動きはちょっとまだ緩やかですので、はっきりとした上昇トレンドではないんですけども、ただ、荒海の方がね、えー、っとこの移動平均線、短期移動平均線を、長期移動平均線を上回ってきたので、まあ、いわゆるゴールデンクロスですけども、まだ、銅の方はまだゴールデンクロスしませんので、まだちょっと微妙ですけども。 まあ同じ、いわゆるベースメタル相場ですので、トレンド的にはえこれからもそれに追随していくのかな、感じがします。あと、いわゆるプレッシャースメタル、貴重金属と非鉄金属、このちょうど中間にあります銀相場。こちらの方もですね、えー、と8月の上旬の安値、ね、2650ド,26ドル付近の安値から、今、あごめんなさい、26.5ドルですね。 安値から今30ドルまで今上昇しているということです。まあ、これ、タイがセントですからね、ニ、え、ューヨークの銀は1トローヨンセあたりセント建てです。でこれ 26. 26, ド26ドル、これ30ドルですね。30ドルまで再び上昇してきたということです。まあ、こうした中、プラチナマーケット、こちらの方も8月5日の安値、913ドルをボトムにして今、上昇トレンドに入ってきているということですね。 ただ、なかなか1000ドルがね、近くて遠いっていうか、なかなか1000ドルまで今、まだ到達してないという状況です。しかも、この、今年に入ってから、この、えー、いわゆる三存相場、4月の、これ、四月と7月がこれ、ショルダーですね。で、ヘッド、一番高いところが5月の高値。よりヘッドショルダーを形成しての三月相場ですので、まあ、ちょっと状況的にはね、あまり良くないというふうな感じですよね。 次見ていただきたいのは、これが、商品全体の流れ。コミュニティ全体の流れ。一番左の上が、全商品。まあ、今年に入ってから2023年、2 0 2十年、ほぼ横ばいで推移してますね。<laughs> 大きな動きがない。っていうのが特徴的かな、というふうにです、ね。まあ、この間ですね、いわゆるロシアとウクライナの戦争によって、天然ガス相場が異常な えー、上昇を見せたとか、ですあ、ね、芸能マーケットについても影響が出ましたし、またあのロシアとウクライナというと、小麦とかね農産物の産地ですから、特に小麦に関しては輸出懸念が膨らんで、まあ、戦争の影響で上昇したというようなことなんですけれども、ここにきて、ちょっとそういった一連の情勢も落ち着いてきているということですね。まあ、こうした中 えー、一番右の上がですね、えー工えー、工業品全般のインデックス相場。まあ、こちらの方も2023年、2024年、ほぼ横ばいで推移しています。いわゆる高値一服っていうような状況ですね。で、同じように産業数に関しても、ほぼ横ばいで推移しているという状況です。ただし、一番右の下、これが気象金属相場インデックスなんですけども、いわゆる金、プラチナ、銀、まあ、こういった、あとパラジウム。 あこういった希少金属の状況ですけれどもこれに関し、これだけにはまあ値上がりが顕著であるということですね。ただ、これはです、ね、やっぱり金の貢献度が非常に高い、えー、他の銘柄が銀とかプラチナの状況が横ばいである,ある一方、金だけがどっぽだかというふうになってますので、それが全体の底上げにつながっているということですね。<laughs> ただ、金のマーケットとかを見ますとですね、やはりプラチナとか銀に関しては出遅れ感が非常に強いですね。それとですね、もう一つプラチナマーケットだけに関して言うと、世界的な自動車産業における EV 化、電気自動車化の流れが今、まあ、ちょっと表現が過激かもしれませんけど、破綻しつつある。EV 自動車に関するいわゆる 限度感、限界感が非常に強まっていて、それとともに、えー、ガソリンハイブリッド車に対する需要がすごく強まっている、ハイブリッド車、あるいはプラグインハイブリッド、こういった自動車にシフトする流れが非常に強まっていて、完全 EV 車という流れが今、途絶えつつあるというふうな流れですね。 ですので、プラチナに関してはいわゆる自動車触媒用としてのプラチナの需要がありますので、これが EV 化によって消えることがなくなった、ちょっと言い方がちょっと逆ですからね、えー、電気自動車化の流れが止まりつつあるので、それが、えー、自動車触媒用としてのプラチナ需要を増やしていくだろうというふうな予想に、まあ、つながってきているということですね。 でですので今後、この状況が継続してですね、プラチナの需要がもしこれから増大するのであれば需要が膨らんでプラチナの需給の引き締まり感がますます強まってマーケットにも大きな影響を与えてくるというふうなことが考えられるということですね。で実際のじゃあ今の足元のプラチナの需給どうなっているのかというのがこのグラフですね。 えー、いつも WPIC の受給統計とか対応してるんですけども、今回は、まあ、ジョンソン・マッセのグラフでね、まあ、ジョンソン・マッセの方が歴史はちょっと古いですね、まあ、信頼性はどちらも高いんですけども、今回はまあ、いつも WPIC のデータばっかりですよね、執行性がなくなるの、ちょっとか可能性もあるので、今回はジョンソン・マッセのデータで見ていきたいというふうに思っています。 まあこれが供給と需要のバランスを示したものですけれども、2023年、で今年2024年の見,見通しともに供給が不足しているというふうな事態になっています。はいまあ、実際の数値の方を、まあ、文書にして示したのが次ですけれども、2024年の生産見通し、これが218トン、消費見通しが236トン、でこの差引匹がです、ね、約19トン。 まあえー、詳しく言うと18.6トンの不足になっていると。で去年23年がですね、16.1トンの不足で,でしたので、2年連続の不足の見通しになるということですね。ですから、2年合計で30トンを超える34トン、35トンぐらいになるということですねで。先ほどちょっと、ね、触れましたけども、今、世界的にもう EV 車がほとんど売れなくて、 まあ、テスラ社の株価暴落、株価の値下がりなんかも、まあ、象徴的かなとは思うんですけども、あと中国の電気自動車もまあさっぱり売れなくて、中小の電気自動車のメーカーはバタバタ倒産する、あと、えー、世界一に輝いている、えー、BD BVD でしたっけ。 ちょっとち、まあ、違うかもしれませんけど、後でちょっと出てきますけどね。そういった大手の中,中国の、えー、EV メーカーも、えー、今、状況が芳しくないということで、それに代わって、えー、ガソリンハイブリッド車の回帰傾向が強まっているということで、この辺がですね、えー、自動車触媒用のプラチナの需要を伸ばしていくのではないかな。そうすると、この今、2年連続の供給不足ということで、えー 示させていただきましたけれども、この需給格差、さらに広がって、今年20 2024年は20トンを超える可能性もありますし、来年2025年はさらにこの供給不足の幅が拡大するということも予想されるということですね。まあ、えー、その辺の流れを示したのが、これですね、殺匹です、いわゆる需給格差、2023年、2024年ともに供給が不足するという事態になるということですね。 まあここはちょっとね、えー、この2年だけピックアップしたのはこのグラフです。まあ、同じグラフですけれどもね。で、えー、これからもし、えー、さらに、職場用地を増えんであれば、さらに供給幅は拡大する可能性があるということですね。ここで日産証券からのお知らせです。 日産証券では、株式、投資信託、債券、株価指数先物取引から、商品先物取引、外国為替証拠金取引、株価指数証拠金取引まで、取扱い商品を拡充し、あらゆるお客様のニーズにお答えできるよう、サービス環境を整備しております。特に商品先物取引では、対面取引、オンライン取引、コールセンター取引に対応し、 すべてのお客様に安心してお取引いただくための取引環境をご提供しております。セミナーやキャンペーンも随時開催しておりますので、日産証券ホームページでご確認ください。以上、日産証券からのお知らせでした。BYD ですね。中国の大手メーカー、BYD。はい。まあ、テスラ社ね、あのー、電気自動車。 の戦略で大きく、うんまあ、マーケット規模を拡大させて、まあ、世界最大の、えー、EV 自動車メーカーとして訓練してたんですけれども、ちょっと今ね、えー、経営戦略的に今、限りが出ているということと、あと BYD の中国の,この世界最大の、えー、自動車メーカー。 こちらの方にも、まあ、経、え、営、ー、の限りが出ていくつあるのかな。あと、この BYD に関しては、まあ、私も直接なんか情報を取ったわけじゃなくて、あの、いわゆる YouTube 動画とかで見る限りは、結構不買者がね、増えてきているので、その辺も売れ行きに影響が出てるのかなっていう動画も結構ね、流れてますよね。まあ、いずれにしても、この EV 市場に関しては、 全般的にちょっと、え車、ー、用傾向になっているということですね。まあ、ここにもありますけど、鉄伝者、えー、今年4月初めに、この、経営状態、収支が発表されましたけども、今年の1、3月、全動機比で8.5%減。ということで、約4年ぶりに減少に転じたという状況ですし、 あと、この中国の世界最大の EV メーカー、BYD、こちらの方も、えー、今年1月はね、13.4%増となってますけども、昨年、いわゆるあの直近の、昨年、えー、の第4四半期と比較すると、4割以上、まあ、半減してるということですね、販売台数ね。で、えー、まあ、 販売に関しては、この BYD 社に関しても、ちょっとね、えー、右肩下がりの状況になっているということで、中国市場の電気自動車に関しても、ちょっと売れ行きがに不安が出ているということですね。まあ、電気自動車っていうと、やっぱり欧州市場。 スウェーデンとかノルウェーとかね、あの辺の北欧を中心に、もう電気自動車化っていうことですごく推進してますね。ゆくゆくは100%全部電気自動車にするみたいなね、えー、大きな流れがありましたけども、まあ、電気自動車に関しては、えーまあ、ちょっと欧州に関しては電気代がめちゃくちゃ高い。1回の充電でも相当ね、値段が変る。 ですから、もしあの電気自動車にして、あと家電関連の1ヶ月の電気代をえ加えると、多いところで10万円ぐらいもするみたいなねあの話もあるみたいですし、少なくともね5万とか6万とか、非常に電気代が高いので、それでまあ電気自動車化すると、ますまコストがかかってしまうのでということと、あと充電。 充電の今、えー、値段のことを触れましたけども、充電する時間も非常に、えー、長く取られる。すぐね、ガソリンみたいに、あのー、ガソリンスタンドでパッとこうガソリン入れれば走るっていうことではなくて、えーまあ、あとガソリン車ほど長距離走れないですね、まだね。なので、途中でいわゆる、まあ、ガソリン車でガスケツ電気ケツ <laughs> はい、となってしまった場合もね走れなくなってしまうので、まあ、その辺のところもちょっと、えー、EV 車は牽引されている感じがありますよね。はいまあ、ここにもありますけど、完全 EV 車はちょっとね今、もう難しい状況になってますので、いわゆる合成燃料の,の EV? こういった車を、まあ、施行する傾向が、まあ、今出てるということですね。水素と二酸化炭素から作られる合成燃料 e f u l を使うエンジン車の新車販売。35年以降も可能にするということになってますね。車も今、ちょっと過渡期ですよね。燃料電池車。 いわゆるあの水素化がこれから増えるんじゃないかっていうのも4、5年前までありましたけどね。ただ水素化にしてもこの水素ステーション、これがなかなかやっぱり増えてこないので、ちょっと世界的な流れはそういう傾向にならないかりはちょっと無理ですよね。私あの、多摩地区の方に住んでるんですけども、東京の多摩地区に住んでるんですけども、 えっと、あと、おネカンっていうところを使うんですけども、そのおネカンの道でも一箇所だけですね。水素カーステーション。水素ステーション。まあ、そんなんじゃなかなかね、普及しないですよね。ガソリンスタンドもね、減ってるとはやっぱりありますもんね。はい。まあ、ということで、まあ、いずれにしても、えー、水素カーとか EV 車の流れが、ちょっと今限り、限りが出てきていて、えブ、ー、ハイブリッド車。 の思考が非常に強まってるっていです、ね、中国で先ほど電気自動車はちょっとは売れてるって話しましたけども、いやいやいや、もっともっと売れてるのがやっぱりハイブリッド車ですね。ハイブリッド車とプラグインハイブリッド。こっちの方がもう全然売れてますね。欧州に関してもそうです。もう2倍、3倍ぐらい売れてますね、ハイブリッド車の方がね。だからトヨタの、えー、昨年末、昨年の年間収益、これ過去最高記録したっていうのが分かりますね。 松田もエンジン、今ね、非常にあの新しいニューエンジン開発して、クリーンで、えー、燃費のいいエンジン開発して、まあ、こういったトヨタとか松田のエンジン車なんかも、これからますます世界は席巻するでしょうから、日本車の流れはすごく今、逆にいい感じですよね。はい。で、まあ、えー、先ほど、 ちょっと中国のね、あのー、電気自動車の事情も触れま触れましたけども、まあ、このグラフを見てもらった方が早いですね。はい。えっと、黒いところが、えっと、イーブイ車。うん違う。うんバッテリーイーブイ車ですね。はい。バッテリーイーブイ車。うん。で、プラグインハイブリッドのこのピンクのところ。 エクステンデドレンジ EVS というのが、あの、うん、いわゆる、あの、電気がなくなったときに発電機が搭載されている車ですね。この黄色いとこね。まあ、先ほど言ったように、走ってる途中で電気がなくなったら、なくなって、充電できなくなったら、もう車はただの鉄くずですからね。それならないように発、発電エンジンを持っているというのが、この黄色いところですね。ここに書いてありますけど、EV 車、去年 EV 車は前年度期で21%増、でもハイブリッド車はもう83%増って、もうはるかに多いですよね。ということで、えー、と今、自動車職場用の発見需要が増えている、まあ、これからも増えるだろうというふうな見通しです。まあ、実際、この2018年の,時のえっ、ー、の自動車職場用の全体的なプラチナの支援は36%でしたけれども、 今年2024年の見通しでは43%ということで、やっぱり拡大してますね、すごくね。で、来年ですけども、仮にこの2024に対して10%増えるとすると、まあ、視野的には46%まで拡大するという見通しにもつながっていくのかなという感じがしますね。ということで、えー、この供給不足のプラチナの今の状況。 これが拡大するのかなというのは、先ほどのこれは同じ全く同じグラフなんですけども、えー、これも10%拡大した場合の想定の,、えー、あのなんだ修正グラフです、はい。ということを、いろんなことを今申し上げてきましたけども、いずれにしてもプラチナの取り巻く環境というのは非常,非常に良い 上昇要因としてはさまざ、あ、まな、えー、角度からあるということで、これからも、これからはいよいよ上昇トレンドが、えー、顕著になっていくということなんですこれまでもね、でもこういった見通し、何回もしてきたんですけども、裏切り続けているのがプラチナのそばですよね。なので、ちょっと打軒はできないですよね、プラチナね。どう考えても上がるであろうってね、思うんですけども、でも現実のマーケットは上がらない。 もう本当に不思議なマーケットですね。足元もね、1000ドル超えて,て1100ドルまでいくと逆、また売られて1000ドルを割り込むという展開ですので、まあ、一応アップトレンドに入るだろうと、当面は1300ドル向かい狙い。えー、とこれが2021年2月の高値が2293.1、これ終わり値ですので、えー、瞬間的な高値は1348ドル。 という高値がこの時、この時、2021年2月にあるんですけども、この高値狙い、あるいは心理的な締め、1300ドル狙い。ということで、まとめたいとは思うんですけども、プラチナに関しては本当にもう何度も何度も裏切られて、なかなか上がらない相場ですので、まあ一応予想は予想で、理屈とか要因とか材料とか、取り巻く環境とかはどう考えても上昇 多、えー、市場に連動だかっていうのは流れから見ても、金の上昇に連動するっていうのは見方からにしてもそうですし、えー、ハイブリッド車の領域からガソリン車、あるいはこの触媒以上の上昇で、プラチナの不足がこれからは拡大するであろう。まあ、どの角度から見てもプラチナを上げないわけがないっていうのは結論ですね。しかし、何度申し込めた通り、プラチナは現実のマーケットは上げない。上げブル 1000ドル付近で横ばいの展開がもう何年も何年も続いてるということを見ますと、えー、予想は予想は、えー、予想は予想で <laughs> まあ、当てますけども、それが実際の相場につながっていくかどうかは、ちょっとまだね、不透明な部分がありますね。はい、ということで、ちょっと最後はね、えー、うやむやな見通しになってしまいましたけども、まあちょっと嘘はね、申し上げられませんので。 え、現実に即した、え、ことで申し上げて、申し上げさせていただきました。ということで、今回はここまでです。また次回も、えー、はい、ぜひ、えー、ご参加いただけると嬉しいです。ということで、今回はここまでです。ここまでです。皆さん、失礼いたします。